皆さんこんにちは、ニュートトラベルリポーターの夏美です。今回はですね、海外旅行で役立つアイテム10個を紹介したいと思います。イエーイで、私は今まで30カ国以上旅をしてきたんですけど、そんな中でもこれがあったら便利だなっていうアイテムを皆さんにシェアしていきたいと思うので、よかったら最後までご覧ください。まず最初はプラグ変換器です。プラグ変換器こちらになります。海外ではコンセントの差し込み口が違うので、こう日本のものを使うときに海外の海外用の先端に変えなきゃいけないんですけど、これはいろんな国に対応しているので、こうやって一つ出すとこんな感じでできたり、ここの真ん中を出すとこうヨーロッパの国の対応になったりとか、いろんな国に対応できるので、一つ買うとすごく便利です。めっちゃ便利ね。これほんまに一回買ったらずっとこれを使っているので、はい、本当だとこう一個一個の国に合わせて買うタイプもあるんですけど、これだともうずっとこれだけで旅行ができるのでおすすめです。キャビンアテンダントの方がこれを使ってるのを見て買ったので、はい、ぜひ皆さんもこれがあると便利かなと思います。ね、しかも USB も、はい、ついてるこれ私気づかなかったんですけど実は USB もさせるみたいなので、はい、めっちゃ便利ですね、うん、おすすめします。次2つ目のアイテムが電圧器です。電圧器がこちらになるんですけど、海外と日本とでは電圧が違うので、こう日本の対応のものを海外で使ってしまうと故障するケースがあるので、ぜひこちら電圧は変えていただきたいなと思います。でももちろん海外対応のものもあるので、充電器とかは大丈夫なんですけど、ぜひ海外対応のものかをチェックして、そうじゃない場合は変圧器を使うことをお勧めします。で、なんか故障されたエピソードがあるとお聞きしたんですけど。そうなんですよね。なんか私全然気づかなくて、普通に日本のアイロンを使おうと思ってやったらバーンっていって爆発しました。怖いですよね。ぶっ壊れちゃったっていう。やばい。なんかその私も日本対応のアイロンを持ってたんですけど、1ミリも動かなくて結局もう海外髪の毛負けないみたいになっちゃって、本当に大変だったので、変圧器は持っておくと便利かなと思うし、変圧器を使わない場合は海外対応のものかどうかをちゃんと確認して持っていくことをお勧めします。こんな感じで変圧器を使う際には、先ほど紹介したプラグ変換器があると思うんですけど、そちらに挿していただいて使える形になります。こんな感じですね。でもなんかこの変圧器によっては、先、大丈夫かな変圧器によっては先がもうプラグがついてるものがあるので、そういうものを買うとこうわざわざ2つ買わなくてもいいかなと思うので、こういう変圧器もおすすめします。ちょっとコード続きにはなってしまうんですけど、3つ目がタコ足です。複数人の旅行とかで行くと、友達がタコ足持ってきたってなると、もうさすがってなるぐらい、もうこちらはすごい便利です。一人の旅行の時とかでも、いろんな充電器とかアイロンとかを使わなきゃいけないと思うので、こういう感じでタコ足があると一気に同時に充電ができたりとか使えたりするので、おすすめです。まあもちろんその複数人の旅行でも、もうみんな取り合いになっちゃうと思うので、こういう大きいものがあるとすごい便利かなと思います。海外でどうしてもそのコンセントの数が少ないホテル、めっちゃそれを感じるなって思ってて、その時にもね超役立つ。そうですね、海外旅行って充電めっちゃ使うじゃないですか。なんでも一気に充電できるのがめっちゃいいと思います。じゃあ4つ目はですね、圧縮袋になります。圧縮袋は服を圧縮できるので、向こうでショッピングしてこう荷物が増えちゃった際にも、かさばる服とかでもコンパクトに収納できるのがおすすめです。注意点としては、圧縮されることによってこう重さが重くなってしまうので、重量オーバーにならないように気をつけていただけたらなと思います。洋服とかいっぱい持ってかれる方だったりとか、あとは結構長期滞在する方とかにはこうキャリーケース入りきらないと思うので、圧縮袋が何個かあるといいかなと思います。次5つ目がアイマスクです。私めちゃめちゃ愛用してるんですけど、蒸気でホットアイマスクになるので、別にこれじゃなくてもいいんですけど、私なんか今までアイマスクを旅行する際に使ってなかったんですけど、ある日飛行機
乗った際にアイマスクをプレゼントされて、そこで使った時にめちゃめちゃ爆睡できた記憶があって、もうほぼ10時間一睡も起きなかったぐらい本当にすごい熟睡できたので、アイマスクはすごいやっぱ大事なんだなっていうのを気づかされました。もちろんやっぱ飛行機でも寝る時間は暗くなるんですが、やっぱりそれぞれこう寝る人によってタイミングが違うので、こうアイマスクがあると明るい状態でも寝やすいかなと思います。あとはなんかこうホテルで友達とかと一緒に滞在する際に、やっぱりそれぞれ寝るタイミングが違かったり、一人はちょっと作業しときたいけど一人は寝たい時とかにアイマスクがあると寝る時間が違くてもこうストレスにならないかなと思うので、ぜひアイマスクはもう持ってってみてください。これとかだと使い捨てなので向こうで捨てれるしいいかなと思います。あと耳栓も、あーはいはい、さらに熟睡できますよ。できるできる、うん、海外のホテルってどうしても壁が薄いところがあったりして、はいはい、なんか隣の人の声とか、ね、騒音とか気になる場合もあるから、あるといいですよね。ドミトリーとかで寝る際とかもなおさら必要かもしれない。本当になんかいびきうるさい人とか全然いるからぜひ耳栓も持って行ってみてください。じゃあ次はこれ、サプリメント系と薬ですね。私は海外に行く際にはサプリメントを必ず持っていくんですけど、結構海外旅行って体力使ったりするので、うん、特になんか暑い国とかだと本当にバテやすいので、ビタミンはおすすめになります。まあ、むくみ安かったらむくみの専用のサプリメントだったり、あとは飲む日焼け止めのサプリメントなんかもあるとさらにいいのかなと思います。海外でこうお腹壊しちゃったりとか食が合わない時に胃薬とかがあるとすごい便利かなと思ったり、あとはなんかこう偏頭痛持ちの方だったりとかは頭痛薬を持っていくのもおすすめです。海外でも一応薬は売ってるんですけど、こう日本製品のものってすごく日本人の体に合ってるものが多いので、日本製品のものを持っていくと安心かなと思います。じゃあ次、7つ目がウェットティッシュになります。これ確かにあるとめちゃめちゃ便利だなと思ってて、海外って屋台とか夜市で食べ歩きする時とかに意外とおしぼり文化ってない国もあるので、そういう時にやっぱ衛生面で気になる方はウェットティッシュがあると便利かなと思います。レストランでも意外と出されないですよね。ないね、うん、そうだから、そういう時とかにもなんかこう自分で持っておくとね、清潔感があっていいかなと思います。あと私フードコートとかで、そのスプーンとフォークとかをそのまま使いたくない人で、一回消毒し、そのウェットティッシュで消毒してから使ってる。じゃあ次、バッテリー充電器になります。これがないと私は海外旅行生きていけないかもしれないんですけど、本当にそれぐらいすごく大事で、海外旅行ってやっぱり写真撮ったりとか携帯地図を見てすごい携帯を使う時間すごい多いと思うんですよ。バッテリーがないとこう充電器出ちゃったらすごく大変なので、私は絶対持っていきます。で、特にこうおすすめなのがこうバッテリー充電と一緒になんかこうこれを充電しながら充電ができるっていうものなのですごくおすすめだし、万が一こう充電器忘れた際にもそのままつなげれたりもするのでおすすめです。預け荷物の中にバッテリー充電を入れたらダメな航空会社もあるので、ぜひそのチェックインする際にはチェックしてほしいなと思うし、ぜひ機内持ち込みのカバンに入れておくことをおすすめします。本当になんか私聞いた話ではこれをキャリーケースに入れたまま出しちゃって結局すごい大変なことになったっていう話も聞いたことあるので、持っていく際には機内持ち込みの中に入れておくことをお勧めします。あとバッテリーもその機内持ち込みのなんか容量とかが決まってるから、うんうん、それも航空会社で調べてもらいたいですね。それぞれ航空会社の規定はこのサイトに書いてあるのでぜひチェックしてみてください。じゃあ次、9個目は日本食のレトルト食品になります。これはちょっと個人的なものかもしれないんですけど、ちょっと一応入れさせていただきました。これを持っていくのは1週間以上の旅行にはなってくるんですけど、ちょっと1週間もすると国によってはずっと炭水化物が続いたりとかこう重い食事が続いたりする国もあるので、そういう時にやっぱり日本食がすごい恋しくなってきてしまうので、私は味噌汁だったりあとはレトルトのお米を持ってったり、あとはカップラーメンとかも持っていきます。そういうのを間に挟むのもすごく私の中では大事というか、特になんかヨーロッパとかかな、行ったらすごいパンパスタみたいな、もうずっとそういうのが続くので、もうお腹もちょっとしんどくなってくるから、そういう時日本食をたまに挟んだりとかするのもおすすめだし、あとはこう外食ばっかりだとお金もかかってしまうので、こういう感じでたまにレトルト食品を食べて節約するのもいいかなと思います。ちょっと
とずれるけど、私は大量の水を持っていく。お水ですか？なんで？特にヨーロッパとかアメリカは今水がめちゃくちゃ高いから、なんか荷物に余裕があったら大量のペットボトルを持ってて、それちょっと初めて聞いた。本当に、はい、まあ、でもなんか向こうの水が合わない人もいますよね、多分、うん、ヨーロッパとかはね結構硬水なところが多いから。そうですね、うん、確かに。しかもこういう食品系ってもう持ってったら向こうで食べるとスペースがキャリーケースに空くから全然負担もないし、いいかなと思います。なんか日本の味が恋しくなった時にお菓子とかも結構持って行ってて、なんか梅系のお菓子だったり、なんかそういうのが向こうに行くとすごい欲してしまうので、そういうのも持って行ったりもしてます。最後はですね、フェイスパックになります。これは韓国の製品のものなんですけど、旅行に行く際は必ずと言っていいほどフェイスパックを持っていきます。しかも多分私毎日使ってるかも、向こう行ったら。それぐらいやっぱ海外だとなぜかわからないんですけど、すごく乾燥しやすかったり、特に機内ってめちゃめちゃ乾燥するので、もうホテル着いたらもうすごい肌がね、砂漠状態になってる時もあるので、必ずパックは持っていきます。まあ、でもやっぱ現地のパックも売ってるんですけど、まあ、国によってはやっぱりこう日本とか韓国の製品の方が優れてるかなって思うことがあるので、私は日本から必ず持っていくようにしてます。女性が持っていくのもいいんですけど、男性でもやっぱ肌は乾燥しやすいと思うので、海外に行くと特に。なので男性でももし乾燥が気になる方は持って行ってもいいかもしれません。はい、以上が私がおすすめする海外旅行で役立つアイテム紹介でした。と、視聴者の皆さんのおすすめのアイテムもあれば、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ニュートでは旅のお役立ち情報を発信しているので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。またニュートのサイトではツアーも販売しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次の動画で、バイバーイ。